よっしゃやるか。よっしゃやるか。質問コーナー回答編ということで、どうもハルです。まあ正直まさかこんなに質問が来るとは思わなかった。まさかこんな底辺 YouTuber にこんな多くの質問が来るとは、まあ素直に嬉しいですけど、すげえめんどくせえ。なのでまあ全部のコメントにはちょっと答えの大変なんで、ちょっとまあ半分ぐらいかな、半分ぐらいだと思います答えられるの。はい、じゃあ行ってみよう。はい、あ、待って、ちょっと待てよ、これやべ、マイクラのウィンドウが質問の写真にかぶってて質問が開けない。どうしようこれ、どうしよう。まあ頑張ろう。オッケー、じゃあ質問読んでいきます。身長どれくらいですか？178ぐらいだよ。高いな。笑い。150くらいだよ。俺もおなくら。東郷か。ここで会話すんな。おい、お前らガチでリア友だと思うんだけど、お前らここで会話するな。学校でしろ。わかったな。はい、じゃあ次いきます。身長はね、僕160ぐらい。うん、結構中学2年生なんだけど、結構低めです。はいはいはい、次、はい次。YouTube やめろ。すいません、本当は返信欲しかっただけです。あと質問いいですか？このチャンネルの登録者数、ズバリ目標は？返信忘れて、すいません。返信忘れて申し訳ない。返信すると言っておきながら返信しないこの YouTuber の鏡。何が鏡だ。素直に返信欲しかっただけですって言ってくれてるのにもかかわらず返信しないっていう、この俺嫌われたな。これ絶対登録解除されたな。最近減ったんだよね。登録者減ったんだよね。うん、で、なんだっけ、登録者数の目標だっけな。ちょっと待って、このチャンネルの登録者数ズバリ目標はで、10万人です。まあ最初始める前からもう10万人を目標に、なんか10万人超えると銀の盾もらえるじゃん。で、銀の盾もらうとなんかもうほんと有名みたいなさ、こうザ・ユーチューバーみたいなさ、こういう感じになれんじゃん。だからもう10万人をほんと、もうほんともう夢に近いけどさ、目指してるんだけど、なんか結構もうほんと驚いてるのが、最近1万人ってなんかだんだん、まあ、まだ途方もないけどね、その10万っていうなんか夢のような数字がなんか見えてきて、本当にこれ達成できたらもうすげえなーと思います。ちょっと皆さんもこれからもよろしくお願いします。さあ問題はここからの質問が、マイクラのウィンドウに隠れております。どうしましょう。これ録画もう一回やり直すか。録画、だからちょっと一回ちょっと撮り直します。一回これ切ります。はい、戻ってきました。よし、じゃあ続きやっていこう。次は何歳？中2だよ。いや、お前が答えたら動画にならないだろ。はい、次。リア充ですか？ハルさんはリア充だ。ハルさんのリア友いいな。俺は同じ部活。いや、あのねリア友が湧きすぎ。多分全員リア友だよね。多分全員リア友だと思うんだけど、でもう一回言うよ。ここでお前が答えたら動画になんねえだろ。はい、次行きます。いつも動画出してくれてありがとう。ハルさんの動画楽しみです。そして質問、キャプチャーボード使っていますか？編集ソフトなんですか？テスト何点だった？ PC スペックなんですか？プレステ3持ってますか？マインクラフター楽しいですか？もっとおすすめは？言い忘れた。1万人おめでとう。はい、おめありです。はい、質問がとにかく多いね。とにかく、ね、じゃあ一つ答えておこう。やれやれ、まあね、もう一回噛んだ。プレステ3も噛んだし、よし、キャプチャーボード使っていますか？僕使ってません。欲しいんだよ。あれがあったらもうスプラトゥーンの実況とかいろいろできるんだけど、どうしてもやっぱ僕 Mac だから、 Mac 対応のやつ高いのしかないんだよ。で、まあ Windows、 まあ Mac で Windows 使えるんだけど、僕ブートキャンプってやつやったから仮想環境みたいなできてるんだけど、なんかそれでもね、なんかやっぱりなんか高画質なの欲しいなっていう。買うんだったらみたいな、でもそれで踏み出せないでいるみたいなね。まあそんな感じだから今んとこ使ってません。編集ソフトなんですか？僕プレミアプロです。はい、次。テスト何点だった？何点、全体、まあ、全体的にまあ良かったよ。プレステ3持ってますか？壊れたのならあります。マインクラフト楽しいですか？楽しいです。モッドおすすめは、松崎しげるモッドです。あれ配布してねえから、なんだろうな、おすすめモッド、まあなんだろう、まあやってて楽しかったのは、まあ、津波モッドはすごい面白かったね、最近だと。まああとは、
わかんない。一番におめでとうございます。質問です。今まで爆笑したモッドは何ですか？松崎しげるモッドです。はい、次。他のゲームを実況してください。実況しようと思ったの。この前、青鬼の実況をやろうとしたんだよ。で、やってたんだよ、途中まで。でも、どうしても青鬼が負けないんで、なんでかっつうと、この Mac のキーボード、十字ボタンがめっちゃちっちゃいの。本当に。一回ね、これ Windows で見てもらいたい。もう本当なんかね、デザインなのかしない。まあ、デザインかっこいいんだよ。かっこいいんだけども、非常になんか小さくて、なんかしかも、なんか近くにあるからなんかめっちゃ押しにくいみたいな、なんかもうそういう感じの、もう無理だった。部屋紹介して。はい、これ僕ん家の壁です。はい、次。モンストのデータ消してくださいませ。残念だったな。俺はモンストのデータをすでに消している。はい、次。一万人おめでとう。いつも面白い動画をありがとう。はるくんの最初のところで声が可愛かったのを覚えているよ。お姉ちゃん嬉しいよ。はい、質問。実況してる中で一番嬉しかったことは何ですか？まあ一番嬉しかったことはね、もちろんリサさんみたいな優しいリスナーの方々に出会えたことかな。なんか今くせえな。めっちゃくせえな。やべえ、なんか俺恥ずかしい。これ絶対学校でいじられるわ。訂正すら、一番嬉しかったけど、金がめっちゃ入っ、おめでとうございます。ツイッターでお世話になっております、ゆうごろです。実況をやめろというのは嘘で、実況始めたきっかけは何ですか？これからも頑張ってくださいな。はい、ちょっとだんだんスライムがうるさくなってきたんですけど。実況を始めたきっかけはですね、小学6年生の、いや、もっと遡るね。俺初めて実況したのも幼稚園児の頃。YouTube に僕その頃にニュースーパーマリオブラザー DS のやつをやってて、そしたらお父さんがね、それの攻略できないからプレイ動画を見せてくれたの、 YouTube で。でそのオタッキーって人がいてさ、知ってる人いるかな、オタッキーって人がいて、その人はスーパーマリオすげえやっててさ、もうその実況してるのがもうほんとかっこよくて憧れてたので、俺もその子キッズ携帯で動物の森の動画撮ってたりしたからね。さすがに残ってないけど、まあきっかけっていうともうそこまで遡るから、本格的に考え始めたのは小学6年生ぐらいの頃に、友達とやろうぜっつって、その友達はもうすでに消えちゃったんだけど、かりんと TV っていうね、懐かしいな、過去の動画で一回コラボしてます。じゃあ概要欄に貼っとくんで、その頃めっちゃ俺声高いんだよね。はい、次いきます。トークの術はどのように練習していますか？いや、俺トークの術とか一個も練習してないよ。ただ俺実況動画すげー見るから、もう今でも昔もずっと、もう俺の青春すべて実況動画に捧げてるから。多分ね、俺の学校で一番実況動画見てる自信あるよ。だからそういうね、有名な実況者ってやっぱり術が上手いから、多分そういうの見てるうちに多分結構習得したね。だからもう他人の実況動画を見るっていうことかな、上手くなるコツは。はい、次。僕の友達に声が似てるんですけど、まさか僕の友達の朝丸くん？僕は朝丸くんではないです。誰で朝丸って？この前もさ、なんか声がクラスのしんちゃんに似てるってコメントがあってさ、いやもう誰だよって話。なんかそれでチャンネル登録したみたいで、なんかもうほんとしんちゃんに感謝ですね。まあ、しんちゃんありがとうございます。はい、次。おめでとう、ただそれだけ。ありがとう、ただそれだけ。次。怖い話して。昔俺のおばあちゃんがカニをね、正月にいつも頼んでくれるんだ。でそのカニが正月に届いて美味しかった。おめでとうございます。質問ですが、実況しようと思ったのはいつ頃ですか？そして最初に、もう一回言うわ。おめでとうございます。質問ですが、実況しようと思ったのはいつ頃ですか？そして動画の最初の出した動画の感想をお願いします。グダグダだわ。はい、実況しようと思ったのはさっきゆうごろさんの質問で言ったんですけど、幼稚園の頃で、本格的に始めたのは小6ぐらいかな。で、最初の出した動画の最初ね、スーパーマリオ出したの。そう、オタッキーに憧れてたからね。オタッキーに憧れてたから、俺もマリオ出したの。クソつまんねえよ。ほんとひどいよ。スマホで撮影直撮り、DS 直撮りで、天井バリバリ映ってて、声めっちゃ高くて、編集クッソ下手くそで、手ぶれやばいしっていう、なんか無駄に早送りとかするし、なんかもう見にくい、もうキモい。でもね、初めはこんなもんでいいんだと思うよ、みんな。初めはみんなこんなもんだよ。で、だんだんやっていく。ほんとね、YouTube、なんか始めたいけどやれる自信ないって言ったら、とりあえず出した方がいい。出して、経験して、それ学ぶ。ほんと経験して学ぶことたくさんあるから、なんか俺すげえ饒舌だな。たかが1万人の
中学2年生がすげえ饒舌なんだけど、でも本当にそれは思うのに、やりたい人はとにかく始めてください。はい、次。登録者1万人おめでとうございます。質問ですか、やってみたいホラーゲームありますか、またそのゲームを実況しますか。本当にホラーゲーム僕苦手なんだけど、実況動画見て一つだけなんかすげえ心に残ったのがあって、クロエのレクイエムっていうホラーゲーム、あれがなんかもうすごいなんかね、こう切ないというか心に残ったね。やりたいけどまあやれないよね、怖いからもう他人の実況動画見るだけで満足してるの多分やりません。はい、次。尊敬する実況者は誰ですか。ダントツでキヨさんだね、本当に。もう本当初めて見たら感動したもん。ゲーム実況ってこんなんでいいのみたいな、失礼だけど、なんか本当フリーダムだったから、なんか本当はこの人すげえなと思って、もう今やもう大ファンですよ。他にもいろいろいるんだよ、もちろんいろんな人がいるんです。やっぱダントツでキヨさんですね。はい、次。次は何人、またどんな時に質問コーナーやりますか。次はまあ10万すげえ飛ぶけど10万だね。次。彼女と彼氏どっちが欲しい。お前が欲しい。はい、次。トイレの消臭源、帰れ。今使ってるヘッドホン、ハサミで直近。残念だったな、俺は今イヤホンを使っている。はい、というわけでいかがだったでしょう。疲れた、質問回答すげえ疲れるいつものゲーム実況はただゲームをもう普通に実況してればいいだけなんだけど、質問回答疲れるなはい、というわけで、はい、春の質問コーナーですか、だるだるだるですかって、なんで疑問系なんで、春の質問コーナーでした。これからも皆さん春をどうぞよろしくお願いします。それではまたね。はい、息が続かない。はい、そろそろ切ります。はい、あ、はい、う、う、え、あ